はい、じゃあお待たせいたしました。じゃあ石田正弘さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、石田と申します。ラグタイムという歌を1曲目に。ランタイムって何だろう、ラグタイムのことか、柔らかな時間の中、心はランタイム、言葉の響きもっと好きだな。ランタイムってなんだろう、なんてギターはやっこしい、頭の中指の先がずっとこんがらがって、なんだまた本当に楽なんだ。Time.
電車に乗ってでした。高田渡さんもですね、いろんな方から曲とか詩の影響を受けてですね、その中に谷川俊太郎さんという詩人がいらっしゃって、その中で愛という詩があるんですね。その愛という詩に私が歌を作って歌いたいと思います。愛、口で言うのは簡単だ、文字で書くのも難しくない、気持ちは誰でも知っている、悲しいくらいに好きになっていい、いつでもそばにいたいこと、いつまでも生きてほしいと願うと、それは愛という言葉じゃない、それは気持ちだけでもない、遥かな過去を忘れないこと、見えない未来を信じること、繰り返し繰り返し考えること、命を懸けて生きるってこと、愛という歌でした。じゃあ次はちょっとオリジナルをやらせていただきます。わがままギターという歌になるんですけども、このギターもちょっと最近知人からという先輩、大先輩なんですけど、いつもライブをやらせてるここに飾ってあったギターをですね、ちょっと安く引き付けました。でちょっと調整もして、かなり自分好みなギターになったんですけど、それまでこういろいろですね、手のかかるギターで、このままギター出来やしないのさ、泣いては
まらせる。2丁目猫のブルース、大事なことは2丁目猫のブルース。
言葉に丁目でこのブルース、あと2曲で、帰り道という関西のです、吉本優作さんという42ぐらいの歌の歌なんですけど、これから生まれてくる子供に対して歌った歌なんですけど、でその方の歌っていうのがすごいこう歌詞でその目の前の風景が頭に歌ってくるような歌が結構多いんですけど、その中で帰り道という歌を歌わせていただきます。電話見ながら俺の方に近づいてくる、すんでのところで交わしてみたけれど、何も言わずにその女、何も聞かずに通り過ぎた黄色い天地黒の上をとうとうと歩いてる、目をつぶりながらどこまで行けるかなと、あそこまでたどり着けたなら俺もきっと成功するんだと、だけど二三歩行ったくらいのところですぐに目を開けてしまった。僕にも娘ができるんだよ、しっかりしなきゃと思って仕事を探しに来たけど、面接官の質問におどおどしながら缶コーヒー買うのを我慢した。帰り道だとか、ノーミュージックノーライフだとか、ド派手な看板が分かったふうにものを言う、俺みたいにバカなやつらがこんなに即三文の言葉に振り回されることもあるのかと思うと、いつまでも歌いたいなと思うのさ。コオロギがな頃には僕にも娘ができるんだよ、しっかりしなきゃと思って仕事を探しに来たけど、黄色い展示ブロックの上とも歩きながら、僕の娘も同じようなことするのかと思った帰り道、転び合う頃には僕にも娘ができるんだよ、し
借りしなきゃと思って仕事を探しに来たけど、面接官の質問に驚しながら缶コーヒー買うのを我慢した帰り道。よ
どうしたっていうのにおいらを占うおいら親しむそらあたいの占いがピタリと当たるまであんたとあたいの死ぬ時は分かるまであたいトランプにやめないわスタ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 あたいの死ぬ時は分かるまであたいトランプやめないわスタ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 男タバコプカプカプカありがとうございました。